21日午後3時19分ごろ地震がありました。この地震による津波の心配はありません。現在震度4以上が観測されている地域は以下の通りです。下向き黒三角震度5弱が福島県浜通り。今後の情報に注意してください。震源地は福島県沖で、震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.1 と推定されます。続きを読む。各市町村の震度は以下の通りです。下向き黒三角震度5弱が福島県楢葉町、下向き黒三角震度4が福島県広野町、福島県富岡町、福島県河内村、福島県大熊町、福島県双葉町。東北新幹線通常通り運転。 JR 東日本によりますと、東北新幹線は午後3時25分現在、地震による影響はなく通常通り運転しているということです。福島第一、第二原発異常がないか確認中。東京電力によりますと、福島県の大熊町と双葉町にある福島第一原子力発電所と、楢葉町と富岡町にある福島第二原子力発電所では、先ほどの地震による異常がないか現在確認中だということです。政府危機管理センターに情報連絡室を設置。今回の地震を受けて、政府は午後3時19分、総理大臣官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置し、被害の確認などに当たっています。楢葉町を管轄する消防、今のところ被害の情報なし。震度5弱を観測した福島県楢葉町を管轄する双葉地方広域市町村圏組合消防本部によりますと、今のところ被害の情報は入っていないということで、引き続き確認を進めています。楢葉町役場、10秒ほど縦に揺れた先ほどの地震について、福島県楢葉町役場にいた職員は NHK の取材に対し、小刻みな振動で体感としては10秒ほど縦に揺れたように感じた。物が落ちるなどのことはなかった。これから会議を開き情報を集めたいと話していました。楢葉町のスーパー、15秒ほどの縦揺れ、震度5弱を観測した福島県楢葉町にあるスーパーの店員は、地鳴りがして15秒ほどの縦揺れがあった。商品などが棚から落ちることはなく、大きな混乱もなかったと話していました。ネクスコ東日本福島県内の常磐自動車道で通行止め。ネクスコ東日本によりますと、常磐自動車道は地震の影響により福島県内の広野インターチェンジと常磐富岡インターチェンジの間の上下線で午後3時19分から通行止めとなっています。